時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君色と争わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な時間を希望に変える番組の内容の番組となっております。今日もご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また、番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス、宛先は 797@fmgino1.com。797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも同時に配信をしております。fmgino1 日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい。ということで、2023年始まって、はい、今日が元旦ということで、はい、明けましておめでとうございます、はい、おめでとうございます。なんと元旦に放送というすごいですね。すごいですね。元旦の夜8時ってもう皆さん飲んだくれてますかね。そうですね。なんかだからこの放送聞いていただけている方っていうのはもう本当に貴重な方なんで、はい、ありがとうございますっていう。ありがとうございます。ね、本当ですよね。はい、もう元旦に2023年の抱負とかメッセージいただければ、まあ、あの全国放送しますんで。もう何百通も来るようであればね。そうですね。ずっと1月中その放送しますので。ぜひぜひです。ぜひぜひ。今年の意気込み抱負、はい、いろいろあるかと思いますので。はい。ぜひぜひどんな年にしたいかなどなどお送りいただけると嬉しいです。はい、はい、はい。まあ、今年はあのもう久しぶりにですね、規制がもう取れて、うんうんうん、割とこう自由に行き来もできるし、まあ、マスク着用とか、まあ、そういうちょっとした細かいのはまだ続いてますけど、はいはい、はい、ね、あの、うん、いい感じになってるんではないでしょうかね。はい、そうですよね。もうね、うん、新幹線の、ね、予約率もすごい、あの全然高いですもんね。はい。なんか飛行機も国際線が、うん、前年の400倍って言ったかな。すごいですよね。まあ、それはそうだなって。去年誰も行ってないからですね。確かに。すごいですね。じゃあ皆さんね、今年は帰省されて、ふるさとで、はい、そうですね、になってるといいですね。まあ、海外に行ってる方も多分もう確かに思われますね。はい、うん、もう成田空港も久しぶりにいるんですかね。うん、うん、そうですね。まあ、沖縄に帰られてる方もいっぱいいるんじゃないですかね。ね、いらっしゃいますよね。もしかしたら沖縄に旅行に行かれてる方もいらっしゃるかもしれないですね。そうですね。で、うん、この際沖縄に住んじゃえって言ってこの3年間だった人もすごい多い、いるんじゃないですかね。No、 いるかもしれないですね。はいはい、ぜひぜひそのあたりも何かメッセージいただけると嬉しいです。そうですね、はい。じゃあここで1曲お聴きください。モアナと伝説の海からどこまでも How far I'll go です。はい、はい、ではですね、はい。はい、実はこうこの日曜日の憂鬱という番組も4月3日、2022年の4月3日放送開始からですね、本日でなんと40回目。40回目ありがとうございます。まあ、そうですね。40回も続くとは思いませんでしたけど、一応、こうやって聞いていただいている方がいらっしゃるので、はい。40回目を、しかも2023年の元旦に迎えるっていうね。ね、すごいですよね。うん、すごいです。ありがたいです。はい、ね、4月、本当に、今から聞き直すと恐ろしいぐらいの拙さで、そうですね。はい。
本当にここまで来られてよかったです。そうですね。はい。2022年もいろいろあってですね、まあ、うん振りうん。返ると、2はい。月に北京オリンピックあったんですね。ねえ、本当ですね。北京オリンピック、去年だったんですね。そうですね。でもまあ、ワールドカップはもう最近の話なので、はいはいはい。ワールドカップもあったし、うん。はい。まあ、スポーツの話ばっかりですけど、まあ、アントニオ猪木さんが亡くなられたりとか、そうですよね。ですね。うん、ありましたね。そうですね。今日なんか、よく考えると、ゲストなしでやるのも久しぶりな感じですね。そうでしたね。このところね、そうですね。来ていただいていて。はい。22年は、日曜日のユースもゲストも多数いらしていただいて、プロレスラーから、そうで旅し館、た。はい。そうでした。ラストレーターから、奏者とか、はい。いろいろ、はい。来ていただきました。ありがとうございます。そうでした。アンディ選手も来ていただきましたね。選手も来ていただいて、武藤敬司選手との話もあり、あり。はい、武藤さんが、本日試合をしています。ああ、武藤そうです。選手じゃないです、グレートムタですね。グレートムタ、はいはいはい。だんだん日本武道館で今、試合をしている最中ですね。そうですね。そうですね。そうですよね。中村俊輔選手とですよね。そうです、そうです。すごいですよね。やってるのと、まあ、武藤さんは2月21日で終わりというはい。感引じで。退、はい、表明されてますもんね。はい。まあ、プロレスの話題でいくと、3日後の1月4日、東京ドーム、毎年恒例の新日本プロレスの、興行もありますし。ありますそこにね。また武藤さん出るのね。武藤出てますね。はい、出ますよね。出る出る。新日最後の舞台ですかね。最後の舞台ですね。すごいですね、本当に。レジェンド。すごい。いや、1月から忙しいですそうですね。まあ、それとプロレス以外で言うと、明日から箱根駅伝、そうですね、2日。始まったり、あと、3月は、WBC ですね。ワールドベースボールクラシックが第5回あるということですね。そうなんですなんか結ね。構盛りだくさんですね。盛り2022。だくさんですね。なんか7月には女子サッカー女子ワールドカップが、これからオーストラリアとニュージーランドの開催ということで、同時開催。はい。共催か、共催ということで、あっそうたり、なんですね。はい。まあ、5月は全然、これは開催とかじゃないですけど、J リーグ発足から30年。すごいです。J リーグ発足、J リーグ発足、覚えてます？ 93 年ですよね。1993年。あまり覚えてない。覚えてます。めちゃくちゃすごかった。もう、大フィーバーした、年ですね。そうですよね。確かに。全然サッカーファンではなかったですが。はい。横浜マリノスと、今は東京ヴェルディですけど、当時は川崎、ヴェルディ川崎か、が、の開幕戦で。おお、そうだったんですね。そうですね。で、まあ、マリノスが勝ってっていうのを、もうすごい鮮明に覚えてて、なんか、最初のゴール誰が決めるんだと思って、誰が決めたかって覚えてますか？でも怒らないです。わかんないですね。なんか、カズさんじゃないかとか、さんじゃないかとか、まあ、北澤さんじゃないかとか、結構いろいろあったんですけど、なんと決めたのが、マイヤーっていう選手で、ヴェルディを決定して、そうなんですね。そうなんです。それもすごい、まあ、中学生だったけど、すごい覚えてます。でもですよ、それから30年経って、まだ和義選手が、現役でやってるっていうのが、もう、すごいですよね。すごいね。めちゃくちゃすごいですよ。すごいです。30年か。しかも今年からポルトガルの2部ですけど、に移籍するっていう。
おお。はい、JFL の鈴鹿からはいはい。ポルトガルの、チームに移籍。声がかかること自体がすごいですね。すごいですよね。世すごい界です。的に見ても、かなり、最高齢までいかないんですか？いやいや、もう、最もう群を抜いて、ダントツですね。高。そうなんかなんでもう、あまりにもすごすぎて、はい。しかもやらせじゃなくて、本気でやってるんですよね。はい。本気でやってるし、本気で監督に出せよっていうのをすごい、本気で、トレーニングやったりとかしてるんですよね。だから、すごいって。はい。すごいですね。別になん年か、齢関係なく身体能力そをして来てほしいってことですね。う。そうです。でも、あまりにも、やっぱり55歳って、その肉体ってどうなってんだっていうのが、結構やっぱ世界的に見ても、かなりや、もうこれおかしいぞっていうようになってるみたいで、カズさんの研究がやっぱり始まってるっていうのそうなんですね。すごい。ちょっと人間としてのね、そうですね。身体能力の、進化版なんですかね。そうですね。まあ、ただブラジルに16歳で単身渡ったっていうのだけでも相当すごいですけど。すごいですね。すごいな。続けるってやっぱすごいです。そうですね。まさかその30年前に現役で普通に開幕の試合に出てた選手が30年後に現役でやってるってこと自体がすごいなっていう。確かに。すごい。しかもそれもやらせじゃなくて普通に オファーがかかっていくっていう、ちょっと考えられないですまして、サッカーですもんね。ね。うん、そうですね。競技として。はい。まあ、僕も30年後っていうと、もう70代突入してるんですけど、美容師やってない、やってないですね。もう来年ぐらいもう引退しようかなって。生活にしようかなとかね、引退してとか思うのに、30、まだ現役やってるカズさんはすごいなと思すごいですね。本当です。その気持ちもすごいですね。そうですね。そうか。あとそうですね。去年の、話題としては、去年の4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられる。そっかそっか、そうですね。はいはい。そうなんです、そうなんです。なんで、かあんまり意識してなかったけど、気づいたらそうだったっていう、気づいたらね、その前からの選挙権はね、ありましたけどね、18歳以上から。そうするとですけど、成人ってこと、もう18歳で成人ってことは、お酒とかは、でもやっぱり20歳からなんですかね。そうなんです。お酒とかタバコとか賭け事は20歳からですね。あ、ギャンブルもそうなんですね。そうです、そうです。そうなんです。なので、そうですね。そういう体にっていうところとかは20歳からっていうことなんですよね。ただ、18歳から成人と同じように判断していいですよって、契約してもいいですよって、あと結婚年齢もね、18歳に統一されたので。あ、そうなんですか。そう、前は女性は16、男性18、それで20歳前だったら親の同意が必要だったんですよ。でも同意があればできるってことなんですか？できます、できます。昔もね。でも今も成人年齢18で統一させたので、親の同意がなくても結婚できるんですよね、18歳になってれば。それは今逆にその18歳より前だったら同意が必要ってことなんですか？いや、もう18歳以上じゃないと結婚はできないってこおお、あ、同意があったとしてもですか？とです。そもそも結婚できる年齢がです。じゃあ、もし、まあ、いろいろあったりしても、18歳までは待たないといけないってことそうですね。なんですね。おお。できないね。そもそも、なぜ女性は16歳で、ね、男性は18歳だったんですだからそこに差を設けてるのもちょっと古い考えじゃないかっていうのか？が。それはなんか意味があるんですか？いや、どうなんですかね。
もうなんかね、民法改正もすごい百何十年ぶりって言われてるので、まあ、そこのちょっと昔の考え方だと思いますけどね。なるほどですね。そうなんです。でね、で、じゃあ成人式はいつになるのかっていうのが、ちょっと話題にはなってますけど、何歳で成人式やるのかっていうので。でもそこは20歳の、市町村が多いんじゃないかって言われてね。成人式と成人年齢はまた別っていう枠って感じですね、なんとなそう、く。確かにそうですね。だからあんまり認識としては20歳で成人なんだっていう、でも、成人は18歳だけど、まあ、成人式とか本当の大人っていうのは20歳なんだっていう認識って感じですよね、なんとなく。そうですね。まあね、お酒飲めるのも20歳からだしっていうのと、でしょうね。あと、まあ時期的にね、18歳だと大学入試が重なるので、あまりに、ちょっとね、それよりは、その2年後の方が落ち着いてできるっていうのがあるのかもしれないですね。なるほどですね。そっかそっか。18歳からか、結構。そうです、そうです。まあ、高校卒業したらっていう感じなんですかね。そうなんです。なるほどですね。あとそれは、が、1月、今年は成人の日が1月10日ですね。1月9日じゃないですか。あ、9日か。3連休にするのでね。あ、そっか。そういうことですね。9日ですね。そうですね。そこの成人年齢引き下げがあってからの初めての成人式なんでね。ちょっと話題になるかもしれないですね、この後。そうですね。なるかな、なるなるかかな。な、なんないかな。あとは、そうですね。まあ、あと今年はですね、9月にラグビーのワールドカップがフランスで開催されるんですよ。おー、ラグビー。すごいですね、日本開催の開催がもう4年経つんですね、9月。釜石のですよね。そうです、そうです。すごいですよね。2年前。あっという間の4年だったっていう本当感でじ。すね。まあ、まだ正式に言うと4年経ってないですけど。そうか、私、そのよりも少し前に釜石に行ってたんですよね。まだ、修習生してた時に、釜石の市役所に、一週間お世話になってたのかな。その修習生として行ってて、なんか、でもその時からね、ワールドカップの、こう、ぬいぐるみとか売ってたんですよね。ラグビー。ウィフィーちゃんの。それを買ってきたのを今思い出しました。でも釜石の試合は2試合やる予定が1試合、確か台風で飛んじゃった。そうでしたね。そうなんですよ。でもすごいですね、釜石で開催されること自体がすごいっていう、すごいそうですよね。ね、快挙ですよね。そっか、今年はいろいろありますね。いろいろありますね。野球も、まあ、ワールドベースボールクラシックあるし、いろいろですね。しかも、そのワールドベースボールクラシックもすごくて、大谷選手出て、ダルビッシュ選手出て、すごい豪華な人たちが やってくるっていう すごいですね。しかもそこに去年、ヤクルトの、村上、去年56本ホームラン打って、令和初の三冠王を獲得したあの村上選手も出るし、すごいですね。あごといで山すね。本、オリックスも、山本由伸投手も出るし、そうですね。まあそこ出るとは決まってないけど、まあ多分選出されるでしょうということで。楽しみですね。そうですね。でも、いいですよね。なんか、まあ、ダルビッシュ投手とか、大谷翔平
選手とかを直で見られて、直で感じられて、直でこう、そのメジャーの、もうトップ中のトップでやってる人たちの、なんですかね、いろいろ見られるのは、本当に、出られる選手としてはめちゃくちゃ嬉しいし、すごい刺激になるし、って感じですね。以前、イチロー選手がもうすごく、ピークの時に同じワールドベースボールクラシック出たんですね。あと松坂とか出たんですけど、その時にやっぱりイチローさんってを、なんだか誰かが言ってたんですけど、誰かの選手が、イチローさんとこんな試合ができるなんて本当に幸せですって言ってて、もう大なんで、やっぱり同じ選手なんだけど夢を与えてるなっていう。そうですね。イチロー選手がマジになってやる試合に、マジになって同じ共感してやるっていうこと自体が幸せだし感動ですよね。そして世界一を取るっていすごいですね。おー、感動ですね。う。そうですね。で、しかもそこで優勝したっていうのもまたすごいことで。夢がありますまあ、でもね。日本も今年5回目ですけど、しばらくちょっと3、4と優勝から遠ざかってるので、実は第1回、第2回連覇したんですよね、日本って。その時の第1回目が王監督で、第2回が原監督だったっていう。で、去年の東京オリンピック、あ、去年、お、一昨年か、一昨年の東京オリンピックも、稲葉監督のもと、金メダル、ね、やってますんで、今す年ごい。は、まあ、本当に日本、久しぶりに盛り上げて優勝してほしいですね、何か。本当ですね。楽しみですね、2023年。そうですね。日曜日の憂鬱もね、2023年は、沖縄の皆さんに、ぜひぜひ、来ていただきたいなと思っていそうまですね。はい。す。ですよまあ、ね。基本的には、沖縄の方をゲストにお呼びしてっていうような企画を考えてますんで。なので、ぜひぜひ皆さんお便りください。から、その輪をちょっとつなげてもらえればなっていうところでですね。はい。趣味の憂鬱も本格的に、沖縄に進出していくっていう、はい、感じで。そうですね。ちゃんと沖縄に根を張ってというか、関わっていきたいと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。そうですね。宜野湾のなんか活性化に一役変えたらなっていうところもあるしっていうところですね。そうですね。微力ながら何かできればと思っております。じゃあ、最近やってなかったですけど、最後に手相コーナーやりましょうか。久しぶりですね、それ。久しぶ最りで近、す。その枠がちょっと弾かれてたんはですね。じかれる。ゲストにね、ゲストさんのね、お話が盛り上がって、もちろん。なので、じゃあ今日は、面食い戦行きましょうね。面食いせん。面食いかどうかですよ。中指の一番下の付け根のところの、手のひらにくっついてるところに線、皆さんあるじゃないですか。そこから上にもう一個こう線が入ってないですか。そこの間隔で見るんです。ここが5ミリ以上空いてると、ちょっと面食いですね。もっと空いてると、もっと面食いって感じ。ああ、でも5ミリ空いてるかな、これ。でも、面食いではないような気が。そうですね。まあ、面食いとかね、美しいものが好きとか。でも、それ誰でもそうなんじゃないですか。どうですかね。でもそこはなんか、人それぞれじゃないですか。でも、その人によってその違うじゃないですか。その何が美しいかっていう基準も多分違うじゃないですか。そうですね。いや、これは俺譲れないし、みたいな。でも、いやいや、違うしっていう人もいるし、なんか、このその人後。のうんちっていうのは、もうめちゃくちゃみんなが綺麗って言ってても、いやー、自分タイプじゃないしっていう人もいるし。
まあ、それはありますね。人の好みはありますよね。ただ、こう、一般的なね、美男美女が好きとかね。そうすると、こう、ちょっと感覚が開くかなっていうところですそうですね。ね。でも美男美女も多分本当その年代によってやっぱりちょっと若干変わりますよね。なんか、確かに王道ってあると思うんですよ。王道とかどの時代でも美しい人、かっこいい人とかってあるとは思うんですけど、でもこの時代だからかっこいいよねと、この時代だから綺麗だねっていうのは多分あると思うんですよ。あると思いますよ。それはあると思います。だって極端なことを言えば平安時代とかこう下ぶくれなのね、方が美女だって言われて、ありまそうすでよ。すね。なんか濃い顔があったり、弥生時代だとちょっと薄めの顔だったりとかあるじゃありますよね。それはあるでしょうね。ちょっと B について聞き出すとね、赤間さんのお話が終わらなくなっちゃうかもしすね。れない。ということで、そろそろおしまいの時間が、元旦の放送のおしまいの時間が近づいてまいりましたね。そうですね。この番組は毎週日曜夜8時から放送しておりますので、今年もぜひぜひご視聴よろしくお願いします。2023年も頑張ります。頑張りましょう。皆さん、一緒に行きましょう。では。今日もありがとうございました。はい、おやすみなさい。